PHP、プログラミング言語。PHP は、The PHP グループによって、コミュニティベースで開発されている、オープンソースの汎用プログラミング言語及びその、公式の処理系であり、特に、サーバーサイドで動的なウェブページ作成するための、機能を多く備えていることを特徴とする。名称の PHP は、再帰的当事語として、を意味するとされており、PHP は、 HTML のプリプロセッサであると PHP 自身を再帰的に説明している。PHP はラスマスラードフが個人的に C で開発していた CGI プログラムである短縮されてと呼ばれていたお起源とする。もともとはラードフ自身のウェブサイトで簡単な動的、ウェブページを作成するために用いられていたが、その後データベースへのアクセス機能などを追加した。 PHP Tools を1995年に GPL の下で公開した。オープンソースライセンスの下で公開されたことにより、同ツールの利用者が増加し、機能の追加を行う開発者たちの貢献もあって、幾度かの大きなバージョンアップを経て、今日に至っている。PHP の再帰的当時後が PHP Hypertext Preprocessor となったのは2017年。 現在の文法の基礎が確立した PHP さんからである。先に述べたように PHP は動的なウェブページを生成するツールを起源としているため公式の処理系にはウェブアプリケーション開発に関する機能が豊富に組み込まれている。もともと PHP はプログラミング言語と言えるものではなく単にテンプレート的な処理を行うだけであったが 度重なる機能追加やコードの書き直しにより2017年現在リリースされている PHP5 や PHP7 は目的によらず汎用的に使うことのできるスクリプト言語となっている。特に Apache HTTP サーバーや Ginx といった Web サーバーソフトウェアから動作させるスクリプト言語として選択されてサーバーサイドウェブアプリケーション開発に利用されることが多い。 プログラミング言語としての PHP は C や PR、Java などのプログラミング言語に強く影響を受けており、これらの言語に近く学習しやすい文法を有する。組み込み関数についてもこれらの言語から直接輸入されたものも多く、関数名を変えずにそのまま取り込んだことで、標準関数の命名規則が一貫していないといった問題も有している。 また C 由来のヌル集団文字列とヌル文字を含むことを許容する文字列とが並存し関数によってどちらを取り扱うかが異なっていたために深刻なセキュリティ上の問題を起こしたこともある PHP で書かれたライブラリーはペアを利用してシステムワイドにインストールしたりユーザー単位で利用することが多かったが2012年に Ruby のパッケージ管理ツールである RubyGems 及び 意関系管理ツール、ノード JS の NPM に影響を受けて開発されたコンポーザーが公開されたことにより、パッケージリポジトリパキジストに登録されたライブラリーをプロジェクト単位で利用することが益になった。PHP 製の Web アプリケーションフレームワークが増加したことにより、それらが提供するロガーや HTTP、リクエストハンドラなどといった 共通の機能を実装するコードの再利用性を高めるため2010年頃にフレームワーク開発者などが集まって PHP スタンダードグループを立ち上げた PHP スタンダードグループはその後 PHP FIG フレームワークインターオペラビリティグループに解消しクラスオートローディングの規格やコーディング規約などの推奨される標準規格 PSR PHP Standards 列記面でシャンズの策定を行っている。プログラミング言語としての PHP は C や Par などの影響を強く受けており、同じくこれらに影響を受けた Ruby や Python と比較して、より C そのままに近い制御構文を有している。またクラスやインターフェースといったオブジェクト指向構文は C より Java に近いものが採用されている。 文法の近さによって利用者の多い C や Java から PHP を学んだり、その逆も行いやすいことは、言語の学習コストの面からは大きな利点である。PHP による Hello World の最も簡単な実装は、単にテキストファイルとして Hello World を記述するだけでよい。PHP はテキストファイルに HTML タグのように埋め込んで書き、 それ以外の部分はそのまま出力されるため、上記は、プログラムとして実行される部分は存在しないものの、正しく処理系によって指揮されて、Hello World ーーを出力する。もう少しプログラムらしい書き方をすれば、次のような記述ができる。PHP の処理系は、PHP タグコディセ1で囲われた部分を解釈、実行し、その外側の部分はそのまま、文字列として出力する。 単純にデータを出力する場合には PHP タグをコディセニットを略記することが可能でありさらに PHP タグがファイルの末尾にある場合はファイル末尾の空白や開業の影響を避けるために PHP タグを閉じいことが推奨されるので次のように書いても同じ結果が得られる次のように数値として5プラス2を行うと7が出力されるただし五プラス二を シングルクオーテーションやダブルクオーテーションで囲むと文字列と解釈されてそのまま出力される。プログラミング言語としての PHP を実行するための ThePHP グループによる公式な処理系の実装もプログラミング言語としての PHP 特別されることなく PHP と呼ばれる。2014年頃まで プログラミング言語としての PHP には規格などが存在しなかったため、公式の処理系の実装及びマニュアルの記述がその代わりとなっていた。2018年1月現在では作業中となっているが、プログラミング言語としての使用は処理系の実装と分かれて文書化されている。この実装は C で書かれており、PHP ライセンス及び全土エンジンライセンスの 元で公開されている自由なソフトウェアである。PHP 読以降において、プログラミング言語としての PHP を解釈、実行するエンジンとして、全度エンジンが使用されており、PHP5 より、全度エンジンに、PHP7 では、全度エンジン3へと、順次、バージョンアップされている。全度エンジンは、PHP3 の主要な開発者であるアンディが止まズ、ず、よびゼーブスラスキー。 後に全土テクノロジーズ l t d を設立により設計、開発されたスクリプト言語エンジンであり、現在はザ・ PHP グループにより PHP と共に開発されている。全土エンジンは一つのプロセスが一つのインタープルタのコンテキストを持つように設計されていて、単独ではマルチスレッドを用いた処理をサポートしていない。PHP はそのソースコードのほとんどが PHP ライセンスの下でリリースされるが、全度エンジンのコードについては、全度エンジンライセンスが適用される。実際の PHP の構成は、全度エンジンに加え、PHP の組み込み関数の実装、ウェブサーバや標準入出力とスクリプティングエンジンの間を仲介するサピ、サーバー API 例や、マルチスレッドで動くウェブサーバのモジュールとして利用される場合に、 グローバル変数のセマンティクスを提供する TSRM、スレッドセーフリソースマネージャー、プラットフォーム間での入出力機構や API の際を吸収するストリームズレイヤーを含む。一部の組み込み関数はプラットフォームごとに挙動が違うため、スクリプトによっては移植作業が必要になる場合がある。公式の処理系に対して C や C で記述された拡張ライブラリを提供する p e l The PHP Extension Community Library というプロジェクトが存在する。基本的に p e c l のライブラリーは標準では PHP に組み込まれてはいないものが多いが p e c l で開発されていたライブラリーが PHP の本体に標準でバンドルされるようになったり、駆動逆に非推奨となった機能が本体より取り除かれ p e c l でメンテナンスが継続される マクリプットこともあり、拡張機能としては PHP の準標準と言える立ち位置にある。PHP は数多くの DBMS を標準でサポートしている。提供される API はベンダー固有モジュールという DBMS ごとに提供される専用モジュールによるものとベンダーごとの差異を吸収して一貫したインターフェースで様々な DBMS に接続できる。 データベース抽象化レイヤーとがある。特にデータベースをより高度に抽象化して扱うライブラリーなどでは様々な DBMS に対応するために PHP 5.1で標準になったデータベース抽象化レイヤープドをバックエンドとして選択するものが PHP をウェブサーバーで動作させる方法には実行ファイル形式、CGI、f a s t c i モジュール形式、 もっと PHP、イサピなどがある。どの方法を利用するか、利用できるかは、ウェブサーバにより異なる。実行ファイル形式による CGI はほぼすべての、ウェブサーバに対応しているが、アパッチで動作させる場合は、もっと PHP とファストクギー、スで動作させる場合は、ファストクギーとイサピ、ライトトップドやギンクスで動作させる場合は、ファストクギーが利用可能である。 この他にも PHP に標準で実装されている Web サーバー用 API は多い。以下に一覧を挙げる。特に HTTP リクエストのどにプロセスを起動させないインターフェース、アパッチともっと PHP の組み合わせ、またはライトトップロなどのファスト区ーに対応した Web サーバーでの動作が高速である。PHP の処理系は公式の実装を 含めいくつかの異なる実装が存在する。そのうち比較的よく知られているものについて簡単に記述する。PHP は学習コストの低さ、記述の容易さから多くのアプリケーションが開発されている。Wikipedia を動作させているアプリケーションであるミデウキーも PHP によって記述されている。本節では PHP で書かれた代表的なアプリケーションを列挙する。 ラスマスラードフは自身のウェブページで利用するため、1994年に C で書かれた CGI 用バイナリ群を作成し、パーソナルホームページツールズと命名した。この CGI ソフトウェアは略して PHP ツールズと呼ばれることが多かったようである。その後、利用者からの機能要望が増えたため、オリジナルの PHP ツールズは大きく書き直され、 データベースを利用することができるようになった。単純なツール群から一種のフレームワークとしての機能を有するようになったのである。ラードフは1995年6月8日に GPL の下で PHP Tools を公開、オープンソースソフトウェアとして最初のリリースを行った。1995年9月、ラードフは PHP Tools を発展させ、 現在の PHP にも受け継がれている特徴、パール風の変数名や HTML ホームデータの自動取得、そして HTML への埋め込み型の記述方式などを持つツールファイ、ホルームインタプリタを実装した。翌月にはファイを完全に書き直し、パーソナルホームページコンストキットという名前でリリースを行い、C やパールに近い構文を有する簡易、スクリプトツールへと発展した。 このツールは再び一から書き直され、ユーザー定義関数のサポートなど、プログラミング言語としての機能を有するようになった。1996年4月になると PHP とファイの名称を合わせた、PH、p h p ァイとして公開された。同年6月に、後に、PH、p h p にとして言及される、PH、p h p ァイバージョン2.0のベータ版がリリースされた PHP ファイバージョン2.0は、翌1997年11月に正式版がリリースされ、その後1998年1月に一度アップデートが行われた後はメンテナンスは行われなかった。イスラエルのアンディガ・トマンズとジェイブス・スラスキーは E コマースアプリケーションを開発するために、PH、p h p ファイバージョン2.0を利用しようと考えていたが、p h p ファイには、 機能が不足していた。そこで1997年、彼らはラードフに対して PHP-FI を作り直す方法を検討していることを伝えた。ガトマンズとスラスキーは PHP-FI で使われていたパーサを書き直し、ラードフとも協力して新たなプログラミング言語を開発した。この言語は再び PHP と命名されたが、パーソナルホームページトゥールズが抱えていた。 個人用という印象を避けるため、新しく PHP、ハイパーテキストプレポロセサーという再帰的当事語を与えられことになった。1998年6月、ラードフ、ガットマンズそしてスラスキーに加え、世界中の開発者らが立ち上げた PH、PHP デベロップメントチームは、PHP3.0 を PHP5 バージョン2.0の後継として、 GPL と PHP ライセンスとのデュアルライセンスの下でリリースした。PHP 3.0がリリースされて間もなく、ガトマンズとスラスキーは PHP のプログラミング言語を処理するコアの部分の再設計を行い、新しく作り上げた実行エンジンを彼らの名前から取って全土エンジンと命名した。2000年5月、この全土エンジンを使用した大幅なパフォーマンスの改善を行い、 より多くの Web サーバのサポートなどの機能拡張を行った新しいバージョンである PHP4.0 がリリースされた。PHP4 ではコピーレフト条項が PHP の利用拡散を妨げるという判断によりライセンスから GPL が外れて PHP ライセンス及び全土エンジンのコードについては全土エンジンリソンスが適用されることになった。 PHP4 は4.0から4.4までがリリースされ、2008年8月にセキュリティ対応を含めたすべての開発が終了している。2004年7月、新たに全土エンジン2オコアとし、オブジェクト指向構文をより一層強化したバージョンで、ある PHP5.0 がリリースされた。マイナーアップデートにより、様々な機能の追加が行われ、 DBMS への一貫したアクセスインターフェースを提供する中小カレーやプドが導入されたり、PHP が書いていた名前空間、性的遅延束縛、クロージャなどをはじめとしたプログラミング言語としての機能強化が頻繁に取り入れられている。PHP 5.4では特筆すべき機能として開発用の組み込みウェブサーバーが導入されており、他のウェブサーバーを導入しなくとも、 web アプリケーション開発が容易に行えるようになった。PHP 5.6では対話式デバッグがサピとして組み入れられた。PHP 5はすでにほとんどのバージョンで開発が終了しており、残る PHP 5.6のセキュリティ対応も2018年に終了する予定である。PHP 5.3の次のリリースとなるべく、 開発されていたバージョンでエンジンの内部処理が UTF-16 に置き換えられる計画であったが多くの問題に見舞われたことから2010年に開発が断念されている。PHP 5.3の次のリリースは PHP 5.4へと置き換えられ、また次の PHP のメジャーリリースが PHP 7とされたことで PHP 6は欠番となった。 2015年12月に内部エンジンを全土エンジン3とした PHP 7.0がリリースされた。全土エンジンの改善を行う PHPNG、PHP Next、現プロジェクトの成果を取り入れており、データ構造の改善などにより、前バージョンの PHP 5.6と比べて25%から70%の性能改善が図られている。 また言語仕様も大きく拡張されており、引数のタイプヒンティングにスカラー型が指定できるようになる。タイプヒンティングは5.1で導入されたが、クラスや配列など一部の方に限られていたほか、戻り値へのタイプヒンティングも導入されており、前年に発表された HHVM 用プログラミング言語、ハックの影響が見受けられるのになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。